今男性の面白いはちょっとあまり使用できないかも。確かに女が見たいだけではみたいなちょっと思っちゃいますけど。八津さんはブレないでイギアムが面白いってずっと言ってたから信用できる。どうも。今配信のノリでどうもっつったら前にめっちゃ人いたわ振り返っちゃうだろう。まずいと思って。ちょっとやっぱ電波が問題ですね配信は。もうサクサク歩いていくしかないっす計算はめっちゃ下山こいつすげえ早いじゃんいや人がねうちら横に歩いてて邪魔さなって思って。確かにね。ここ最高スポットかも。ここね、うん、マイクダとかでもやっぱこういう道は歩きやすいもんだ。え、マイクラに答えますいや、橋場を木材にするとこう動きやすいよねみたいな。平らだったら別にどのいや、そういうことじゃなくて街を作るにあたってマイクラをゲームとしてしか捉えてないもう聞こえてるのは聞こえてんだな。聞こえてはいるんだな。今聞こえてますか。あ、そうなんだ。そうなんだ。チャットが動かなすぎてね、切れてるかと思いましたねお、嫌味もあるねチャットがつかないのは僕らの怠慢なんだお、配信に意識のあるやつもいるね。そう、回線ね。まあ、だからドコモにしたからといって切れる部分はやっぱ切れてましたねっていうのがあるから、うん、そこが あるかもしれん。はい、確かに。ワイヤレスマイクってのを使ってて、4万円のピンマイクが夫婦さんがレンタルしたので貸していただきました。iPhone ってすごい。確かに常に回線が持ってると思っついてると思って。足元ちょっとぬかるんでるんで注意です、はい、頑張るか。潰れがやばいね。え、こんな階段登りましたっけいや、向こうでしたね。まあ、もう変わんないですけどね、うんなんだろうねミノタウルスとオスとメスがやってるんだろうな。そうだよいやーすごいよ。だって赤ん坊背負ってきてるお母さんいたし、うん、すごいよ本当に。赤ちゃんがうんちしたらどうやって帰るんみたいなおむつどうやって帰るんっていう。確かにな、うん、でもうちらも負けず劣らず暑いし
スルーしちゃった。いや、ミノタウスの下りはあの俺配信にしか乗らないように喋ったから聞こえてるんだよな。何聞こえてる、マジ、まずい。何、富士山、子供背負って富士山乗ったら虐待なんだよな。確かに、うん、息できないのでは息できないひどいこと言うな。まあそうだけど、結構いろんな、そう、こういろんな国の人もいる。まあいい経験になるんじゃない、なんか根性が育つのでは。みんな多分今日一適当にチャットさばいたと思います。足きてますか、どうですか。意外と、うん、ちょ、若干きてるかもです。あら、若干だから別に気にせずって感じの。うん、悲しい。まあそういうこともある。あれでも結局ここに着くのか、あれあんなとこ登ってないっすよね。うちら多分ああ行ったんじゃないですか。ああなんか変な回りしてんだ。あ、なるほど、向こうっすもんね。そっか、うんうん、あ、ラーメン頭に煙やるやつだ。やります、やりますか。いい匂いだ。 2×2 が4、 3×3 は9、 4×4 は12。頭が良くなっている。どうも。あ、本当は獅子16だわ。12つってか。いろんな国の人もいるし、すごいな、この山は。うん、多分1日1000人、あ、まあ1000人は来るか。そうね。まあ言ったら電車賃しかかかんないしですしね。うん、安くて体力がつくいい娯楽かな。海外の人も来てるし。うんうん、ここカップルできたらやっぱ二人とも山好きじゃないと仲悪くなるだろうな。そうまあ、 あのどっちかがスタスタ行ったらそりゃそうでしょうけど。あ、新しいおみくじが出てる。何でもさっき最悪なこと書かれてたから、恋みくじどこにでもある団子、団子、ああそうか、10時もあったからもういろいろやってるってことっすね。ソフトクリームが食いたいなぁ。いいね。あれ、みんな、みんな喋りませんね、電波いいんですけど。あら、終わった、ハンデのミクじゃない。まあ確かに、あー、よかった、私たちの空気が悪かっただけなんですね。何俺らがもっと盛り上げないと。なんかあれだな、100均でヘビとか買っとけばよかった。で、釜出る下りみたいなの作っとけばよかったで、そんなもの持ってきてくれなくて段ボールで作った巨大ヘビとか用意しとけばよかった何、いやでも下山は楽だな、ね、下山めっちゃ早いかも、うん、オンリーアップぐらい今早い気分としては。そこ終わっちゃうかも。やば、10時、11時行かずに終わるってマジやばいね。あっけね、おかわりある。え、マジ、まあ、水分があればいけるかな何、待ってね、なぞなぞ出してくれるらしいです。山は山でも終わってる山はなんだ、これあの最低のなぞなぞ難易度最低、チンチンなわけないんだよは、じゃねえよなんだそれは。山は山でも最低な山
何？答えはおっさんね。あ、はい。なるほど、なるほど。いやまだなるほどってなりましたよ。答えおっさんです。最低の謎なぞ。終わってるか。確かに。でもおばさん終わってるって言ったら本当に怒られるから。下山めっちゃ早いわ。ふふさんの足取りも早い。うん、息が上がらない。子供は車屋ラーメンって言わなかった？車屋ラーメンって言ってました、ね、あんのかな、この辺に。マジ？そう、めっちゃ早い。人めっちゃいる。へぇー、ソフトクリームだ。うん。もうちょっとだいぶ遠くに行っちゃったから、子供が。子供は元気だったから。え、ソフトクリーム食べようかな。いいんじゃないですか。僕はたくさん食ったんでいいっすよ。どうしようかな。いやでも2回目あるか分かんないですよ。行った方がいいかも。でも普通のソフトクリームなんで、東京の牛乳、いやいいです、やめます。トレーだった。今マジで配信のこと考えずに食わないっていう選択肢を取ろうとしてるから。今さすがに察したな。東京牛乳かみたいな、あれです、有名なやつじゃないですか、男坂女坂。ああ、なるほど。離れていきます。声拾わないですけど。確かにめっちゃ離れますよね多分。うん、これ離れなかったらおもろいのにな。離れます、行きます、一緒に。こっち、いやこっちに、こっち。女坂男坂なんですよ。あ、そうか。いや、降りますか。みんなソフトクリーム食わないから。あ、どうしようかな。でもこの先にケーブルカーがあって、多分そこでもなんかないかな。山の下にで食うことになるから、普通のアイスなんですけど。いや、ケーブルカー乗り場が多分この先なんですよ。なるほど。そこで食い物が売ってたと思うが、もうアイス以外は特に食いたくないから。何？じゃあ俺がいやらしく食うか。バンなんだよな。てか犬の散歩してる人どういう気持ちなんだろうな。障害物めちゃめちゃあるよ。あるな。めちゃめちゃある。崖だし。俺が犬でここ散歩つててこられたら切れるだろう。いや、嬉しいんじゃないですかね。え、あ、あ、あ、何切れた、戻ってきた。あ、まあ散歩感覚か。もう子供のハイキングコースなんだな。ケーブルカー乗ってきた人たちですよね、多分。ああ、なるほど。うんこタオル。え、終わった。うんこタオルって 何？え、ケーブルカー乗ってきた。あ、そうか、この下にケーブルカーあったんでしたっけ。そうそう。へえ、ちょっとブツブツなる。ああ、まあしょうがないね。確かにな。長寿、あー、そうか、鳥の山でもあるんだな。へえ、何、ベビーカー、すげえ。車欲しいってなりながら。ベビーカー、箱とか忘れてこれるか。今頃のことは俺忘れかけてたわ、もう。ラグがすごいから。下山は気持ちいいな、うん、富士山の下山はすげえきつかったけどな。マジで転がってくる人いないんですか。あの落下
なんていうんですか、こう切り立ってるところに坂があるから、うん、横見ると落下しそうなんですよね、うんうん、だからそれ転がんないように体をこうバランス取りながら降りなきゃいけないから結構きつかったっていう。ふふさんも犬の散歩してるよっていう、もう今ラグがすごいな今。帰ったらエイペックス配信かな。ふふさんがもう1ヶ月ぐらいやってないんですけど。何飽きている。エイペックスはやる気ないんですか、ひんくんは。いや別にやる気はめっちゃあるわけじゃないですけど、本当にたまになりますよ。でも下手。でもあれですもんね、マウスがなんだっけ、ボールのやつ、トラックボールだから、うん、あれで FPS さん舐めてるなって思ってました。何言わせねえ。やっぱそうなんだな。マイクの性能いいってマジ。そらな、次登山配信やるってなったら買わなきゃいけないかも。はあ、いて砂なんだ。ラグがすごいな。そうだよね。そうか、多分ね、1,2 分前の映像になってるかも。この映像と音声も 1,2 分後に届くし。じゃあちょっとみんな今届いたって書いて、それで確認するわ。それまでうちら無言でいるね。いや無言でいられてもみたいな。その無言でいても届くのが結局向こう1分2分後だから。さあ今届いたは来るのか。ケーブルからなくないっすか。全然ないっすね。え意外とある。過ぎたのかな。あでもあれか、 見ましたよね、登ってくるときに。そう見たはず。あれか。おあチャットがなんかタイムアウトして。何また回線悪いゾーンか。ああでもここでポケモンとこか、意外とあるな。うんうん。おお。でもあのポケモンのやつ雨降ってたらボロボロになりそうですけど、まあ、なんかあれなんですかね。木って結構水を避けてくれるから、まあ、でもそれでも紙だからなぁですよね。毎朝置いてる人がいるのか、守る人がいるのか。エーペックス配信。そこか。じゃあ、まあ今届いたもうあれですよね、まだ言ってないところ。そう。みんな。みんな。猿山のとこから引っ張りだこ。あ、そうか、この先に何かありましたね。猿？てか、この辺から回線確かに悪くなったイメージありますね。ここ抜ければまあ。あ、そっか、9時半過ぎたからやってるね。やってますね。興味があるわ。猿園。お、この辺からか。野草猿園ね。500円。すごいな、なんか山の中に施設を作るとは。うん。今戻ってますか。届いたショットが未だにないってのはもう切れて。切れて届いてない、そもそも。かも。あ、でも猿のそんなラグない。みんな今届いてたら届いたって、うん、あ、届いてる、うん、いいね。あー、ケーブルカー乗り場とリフト乗り場。へえ。お水さ、東大丸のお水入れ替えるから。
ここの方が風景いいかも。いい、ああすげえいいわ。もう一回見ときますか。今から見始めた人用に。ここいいな。素晴らしい。休憩するか。休憩しますか。なんか海の匂いするかも。山なのに。確かに若干する気がする。すごいいいよ。子供多いね。肉眼だとなおさらいい。何？あそこが東京？あそことは見えるすべてが東京の説明。じゃあ、あの奥の高いなんていうんですか、ひときわ高いビルのところ。東京っぽい。あれなんかランドマークらしいですね。ランドマーク？あそこに書いてある。ランドマークってなんすか？知ってますそれ。ランドマークです。ソフトクリーム1個あったけど見逃しちゃった。やっぱ食えばよかったかも。500円かと思ってやめちゃった、まあ、東京牛乳って言われても引かれないしさ。ハムソー、あ、日差しが暑いんで行きません。アイス一応かき氷か。ソフトクリームが食いたいんですよね。さっき買えばよかったのに。うちの声がこもってたな。タオルを口に当ててただけ説ある。僕とチャットはさっき買ったらいいのではみたいな。まあいいか、まあいいでしょう。最悪地上に帰って全然高くないところで食うアイスもおつだね。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。あ、よかった。マジで何にもない段差でこけてる。まあ足に来てる。いないかな。切れそう、マジで。食おうな。200円のコンビニアイス高いとか思ってたけど、安いってなるやろな。なぜだろうな。でも多分コンビニもないっすよね。高尾山の駅ないな、ないな、ないね。この辺にアイスチャンスあればいいけど、ないか。左が多分食い物屋あるんですよね。ちらってみますか。かき氷系はありそうだが、団子じゃねえんだよな。あ、あれあれあれ、ソフトクリーム。400円か、食べよ。じゃあ待ってるんで。食べなくていいですか。何？じゃあ食べようかな。じゃあ出してあげましょう。やった、なんだ今日すごい太っ腹だ。意外だ、ビタ1分出さないみたいな。すごい。何がいいですか。まあ、え、何食べます。それ別の頼むかな。あ、なんか粒のアイスがありますね。ふむ。ソフト、うちはソフトクリームがいいんで。なるほど。なんか任せます。え、いや、めんどくさいんで任せないでください。え、いや、配信映えするやつを選んでくれれば。あ、それにします。じゃあ粒のやつ、はい、あ、でもうちもじゃあ粒のやつにしようかな。あ、じゃあ同じでいいっすね。登山ひも男。邪魔なんでこれ持っててほしいんですけど、はい、どうすかな。まあ最悪落とされても許すレベルになったな、このおごりで。ちょっと持ってください。はい、持ちます、持ちます。抜きますね。おごられます。今はもう許してる、今許してる。いや本当にビタ一文出さない人だろうなってマジで思ってたから。今欲望に、いやどうしようかめっちゃ悩んでるから、ちょっと一個うち。何何あ、なんか、ね、幸せな味がする。
最高。もう今帰れるわ、もう全然、まあ、こっち映してる分には絶対大丈夫。なんか後で私おごりましたよねってくだりやってくんないかな。てかビール飲んでる人もいるわ。いいな、すごいわ。ここで飲むビールうまいかもな。そう。でも俺の背中びしょ濡れだから。いるいる、普通にいる。確かに乾燥ね。いいな、 LINE アップやってるらしい。暑い。降りたら旦那さんいたら笑うだろう。旦那さんいてグーで殴られたら俺笑うと思うわ。ちゃんと薬指に指輪ついてたで。おじさんが頼んでたら頼んでました。いいね、幸せの絶頂だ。レインボーのアイスと美味しそうだ1個ずつお願いします。アイスぐらいおごっても、おごられても、すいません、ちょっと大きいのしかなくて。不倫旅行なわけないんだ。まあおごられっぱなしはね。いやでもいいでしょ、幸せな人からおごってもらう分には罪悪感ないわ。はい、そう、絞り取ろう。はい、旦那さん殴り生産システム面白いな。許せるわ、許せる。面白いもん、配信的に。はい、ありがとうございます。クフさんが来るからカメラを反射しない場所に。はい、あれん、こういうやつなんだ。こういうやつです。なんかありがてどこだっけかな、港区、違う、なんだっけ、お台場でなんか同じ店ありましたね、これ。へえ。パッシャ。じゃあ。あ、はい。はい、どうぞどうぞ。ちょっと寄ります。あ、いやいや、どうも。トルコアイスでもない。いや、普通の。普通の。じゃあ。それ設置できます。置くか。日差しが暑すぎる。ここやばい、ここやばいですよ、マジで。そう、俺だけが取れられればベストなんだが。どうしよう、ちょっとフフさん映んない角度から回しますね。はい、うまどう。変な人だ。カメラは大事なんだ。配信のことを思ってくれて助かるな。あれこれ、あ、へ、これがアイスなんだ、うん、すごい。皆さん、粉じゃない、粒がパラパラ。へ、これが一個一個アイスだそうですよ。じゃあ早速一口いただきます。おー、新感覚。なんて表現すればいいかわかんないですね、これ。そうですね、なんか一粒一粒がアイスなんで、うん、下の上で粒粒が溶けていって、冷たいですね。みゆくんのが美味しそうだったやつで、うちのがレインボーですね。サイダーみたいな、ソーダみたいな味がしますね。メロンとか、そう、おのおのが違う。フフさんの方がカラー、俺の方がクール。そう。うん。そう、うまい。化け物タグ。うまい。この黄色いのがね、レモンなんで。
レモンの風味で爽やかさもあって、あレモンなんだ、清涼感がありますね。口の中で一個一個が細かいんですぐ溶けてなくなるんですよ。だからいくらでも食べれますね。400円の食レポしましたね。400円分のおごってもらったからにはするんだよな。何も表現できねえわ、冷たい食レポしてもらっていいですか。みんなふふさんのおもろ食レポくるぜ。なんかラムネ味らしいです。いや、サイダーもう一声何なんだろう、何じゃないか全然わかんねえ。新宿、新宿とかじゃないの。なんか甘すぎないからさっぱりしててちょうどいい。ベイブリッジ確かに。わすごいね、いろんな色してるからいろんな味するのかなと思ったけど全然味の違いがわからない。あの白米ご飯をアイスにした感じ。いやこれ若い子とかが中心に好まれるでしょうね。確かにおしゃれで、まあでもコンビニとかで食えないから400円の価値あるかも、うん、一個一個の粒粒が下の上でね転がるように。意外とねアイスが苦手な方でも食えるんじゃないですか。今までアイスがそんなに好きじゃないなみたいな人でも食べれると思います。これっていくらぐらいなんですか。1000円ぐらい。400円、1000円ぐらいだと思ったのに、いや安い。でもお台場も400円ぐらいだったと思うんで良心的なやつです多分、うん、手間とか考えたら普通に、うん、ただ欠点としては日差しが強すぎてもう溶けてきてるから、うん、みんなすごい勢いで溶けてる。ふふさん食うの早っ、負けた。熱くてぐわ、じゃあ片付けて待って。はい、なんかカップは返すのかな。なんかゴミ箱になんかそれらしき、はい、冷蔵とコメントのズレがあるって。どうすればいいのかな、付け直しかな。うん、はい、了解です。お願いします。もう電波良くないんだな。おもろいからいっか。あ、そっか、確かにない。
あ、カップルプルしてる。カえ、なんかあのスプーンだけあのゴミ箱でカップはうんぬんみたいなないっすか、言葉が。な、ない。そうですね、これカップ捨てるとこって、あ、ですか、すいません。店員さんが、店員さんが助けてくれた。タワマンがいっぱい立ってる。やば、めっちゃ暑い。日差しがゴミ。パスも使えないんだ。うわ、これ今ついてますよね、タワマン。行きますか。あとは喋ったり喋んなかったりでちょっと、あ、そっか、あれかも。あれ、ワイヤレスイヤホンそろそろ充電切れてもおかしくない。確かに、すでにか。日差しタルカジャした。でもうちがタルカジャするわけないやん、日差しに対して。タルカジャ。うん、いや、なんか良かった、アイス食ったなって感じする。元気が出ているね。ちょっとゆっくり行きますか。はい、やべえよ、歩道の。はい、おお。でもマジでラフで、なんかまあめちゃめちゃラフに来れますね、この山。うん、韓国人いた？いや、聞こえなかった、韓国語。いや、もういろんな人いるから、正直。そうね、うん、韓国人普通にいるで。多分下がっとる。こんな楽に来れるんだ。交通費もそんなに高くないし、まあ、僕ら山の内容言えなかったから、そう。やっぱハード装備みたいななってたけど、まさか高尾山とはみんな思わなかったろうな。誰も言わなかったけど高尾山だと思ってたよってちょっとありましたけどね、最初の方に。めっちゃ早い。もっといい山ないんかね、そのもっといい山、高尾山もいい山だけど、この次の難易度で配信できそうな山、うん、涼しい時に登りたいですけどね。そう、言われてたな。筑波って池袋、じゃ池袋じゃね、なんだっけ、茨城井だけ合ってた。あんな乙女道路みたいなところに山あるわけないじゃん。茨城ね。はい、まあ行くだけなら現実的ですよね。茨城ってどんくらいでしたっけ、場所どんくらい離れてんでしたっけ。茨城はまあ電車でも1時間ぐらい。まあ、ただ家筑波山まで行くと結局車いるかなっていう気もしますけどね。犬くん、そのレンタカー別に運転できるしみたいなこと言ってます。本当にできるんですね。うん、普通にできます。それは嘘じゃない。足大洗いまで行ったし、車で。寝台坂。ああ、これあれだ、その俺らが来るとき辛いって言ってた。踏ん張らなきゃいけないからしんどい。山乗ってすげえ、90人見てる。すげえすげえ、わーい。絶対パートナー申請してみよう。犬間宮です。犬間宮です。スイッチやってます、よろしくお願いします。最近オーディーアップの登頂も成功しました。そう、で今配信してるのがふふさんです。ペルソナ4を主に中心にやってる。それはちょっと下げる様子なんでやめてください。ペ
ルーソな方オンリーで頑張ってる。何本当だ、103人になってる。なんで。いや、ここやばいですね。ここちょっとここシャレになんないわ。みんなこの坂シャレになんない。ガクって言ったら溺れ。ちょっと俺はともかく、俺が転んだ場合あのワリオみたいにあの転がって思うようになるけど、ふさんくんまだ喋りにならないからな。わーって、わーって言ってもらえればもうそれでそれだからですよ。これやばいっすね。うん、配信切った時の疲れのがどっち出るかもしれん。1万人突破したらもうツイッチパートナー余裕だろうな。いや、ツイッチパートナーになったらなんかイベントとか参加できるじゃないですか。できますね。あれやりたい。そう、何かもらえるみたいなあれやりたい。ツイッチパートナーのオフ会みたいなのもあるみたいですよ。行きたくない。いや、行ってくださいよ。そこは関わりたくない、別に。どんな嫌な思いしたか気になるし。これも行ったら行ったで浮くんだろうな。なんかそれこそ RTA 界隈とかは行くみたいですけどね。へー。あー、終わった。あー、終わった。休みます。ベンチが空いてるなら休まなきゃ。あー、そうか、行ってここ下がってた。ん、いや、ここで休んだか。休んだかな、あっち側で。確かに。スイッチパートナーは平均75人いるから。平均な、今日配信って平均が何人になるからな。絶対かないよ、75。大、そうね、まあ、75人前後あれば審査通るみたいな。うん、だちょっと切れて少なくても通る人は通るみたいですよ。なんかパートナーでも全然70人いってないじゃんみたいな人でもパートやってたりしますよね。いる、そう、いるいる。あ、切られないんだと思って。うん、マジで俺、あ、でもなんかあれな、今角立ちそうなこと言ったな。いや、そういう人たちもちゃんと心にツイッチがあるからパートナーに選ばれたと思うし。そうね。あぶねー、悪口言うとこだった。その悪口を危ねえで止めれるのはすごいと思います。でも真面目な話、なんか実績があればいいパターンもあるみたいですよ。へえ。なんか世界的な記録を持っているとか。うん、めちゃめちゃ婚約指輪つけて、で、あの駅まで行ったら旦那さん待ってて、おごったお金の分だけ殴られるから。安心してるよ。あっち、あつ、あと付き合ってたら多分こんな配信しないぞ。逆に裏でこそこそするんだから。面白くないしな、付き合ってるやつらで配信しても、うん、確かに RTA27 位は実績になるのでは。でも実はゴロゴロいるという、そのゲームによるから。そうなるほどね。それこそ RTA in Japan にその個別に出て記録残したみたいなのはパートナーになってましたけどね。うん、頑張りましょう。ツイッチ、同じツイッチャーとして。ツイッチャーなんて初めて聞きましたね。旦那は旦那でよく人と遊んでるから、お、友達できたんかぐらいに思ってるんじゃないですかね。ふむ、いろんな旦那さんがいるな。なんか
そうね、うまく回せないわ、そのみんなすまん旦那さん関連のことどこまで踏み込んでいいかわからんから、うまく回せないわ山形弁な、山形弁で喋るわ。そうこれなんだべな、これなんだ、やっぱタイマですなんだろう、普通に雑草としか言えねば、ね、自然に詳しければ答えられますけど、すごいね。いや下り坂、膝から下に来るから、そうですね、なんか楽に歩けるけど、うん、休憩挟まないと危ないかもですね、うん何そうだすねだずにゃーですね、だずにゃー、登頂するときはだずにゃーって言っとけば、へえ。地元どこ生まれなんですか、犬くんって。俺、大分県だけど、うん、まあ、もう ほぼ東京なんで、へー、訛ないな、犬くんが旦那と確かにそっちの方がある、実はそっちの方がある。どんどん離婚かも普通にお冷静だね、まあ、確かにな、確かにそうだよな、なんかだって男女だったらその不倫がまだ、まあ、うん、まあ結局離婚だけど、うん、男男だったら性的指向が男なんだから、そうそう、負け勝ちようがないから、そうか、理にかなってるな、さすが夫婦さんだ。別に一緒だろ、どっちに取られようが。一緒だけど修復不可能なのは男男かもな。そう、別にわざわざ修復をするのをみたいな感じにもなりますよ、そりゃ。犬離婚、いいなあ、もっとツイッチを伸ばさなきゃ。みんな俺のツイッチ伸ばしてくれ犬まみやのフォローもよろしくな、してくれいや山エピソードも特に膝がやばいっすねしかないもん。山の話ないんだよなあるかな、アウトドアの話か。うーん、あー、でもそれこそ一人キャンプとかしないんすか。危ないっすよ。あ、なるほど、女の一人キャンプは多分一人登山より危ないんじゃないかなと思いますけど。そうか、キャンプね、キャンプって風呂入れなくて当たり前じゃない。いや、なんか風呂のがある近くにキャンプ場でキャンプすれば風呂だけそこ行けばいいだけなんで、うん、でもいいかもね、キャンプ配信ってあんまり確かに見ないかも。バーベキュー配信ならなんかやってたような気もするけど、うん、誰が機材を集めるかですねあ、機材、あ、そうか、キャンプ機材、そうそうね、まあログハウスとかありますけどね、それこそ。それってキャンプなんですかキャンプではないけど、まあその泊まるとこがログハウスでバーベキューとかの場所があってみたいなパターン、レンタルできるんで。いや、この時期のことを考えると汗をかくのに風呂に入れないなんて考えられない。何？エチケットね。セックスの話してる何生でやるのって、高尾さんまで来てどっこん想像されてないやん。ふふさんが一人でキャンプ配信して、俺が鎖釜みたいなの持って近くにいますよおもろ。あ、そう、グランピングね、うん、なんかあるんですよ、長野に生でやるって言われたらそれ以外なんかあんのか。長野とかにそのログハウスみたいなのがあって、外にキャンプみたいな。いいっすね。とか、まあアウトドア系だと、まあどうせいるでしょう、その1年サブスクした人がアウトドア系やでって言うんじゃないですかああ、ライブね、生配信ね。
逆に1年サブスクした人が頼む配信ってなんだろうな。私料理配信ぐらいに考えてたんですよ私は。まあでしょうね。やるわけない。何視聴者と。いいなぁ。行きますかね。行きます。24時間ゲーム配信とか言われんのかな今度は。うーん答えられないかも。ティアスレ1年ならちょっと、うん、どうだろう。泊まりは無理かも。何かあってほしいな配信的には。なんかトラブルで。いやでも爆飲みするだろうな視聴者が急に襲ってきたとこ映像に収めたら。カメラに映るようにやるからそんなこと。でスフさん iPhone だけ持ってこう走って逃げるみたいな。おもろいけど笑うだろうな。YouTube 天才50万再生間違いなし。ティアスリーでもいたんすよ一人。ティアスリーこの間送ってくれた人、うん、1年間サブスクしてオンリーアップ耐久配信やってもらおうか。オンリーアップ。あれってセーブして途中から始められないんですか。始められないですね。はあ、やめねえわじゃあ。いやでも簡単っすよ。3時間ぐらいでクリアできました。いやでもなんか12時間をやってんじゃないですかあのゲーム。多分12時間10時間、いやでも5時間か20時間いかないぐらいだったんで割とまあ。なんか簡単なんですけど、うん、やっぱ1回のミスで全てが終わるっていうのがポイントですね。うんうんうん、気が狂うわあんな上から落とされて。おお。皆さん今下ってます。下山です。まだ午前中なのにもう下山です。という間でした。これが山かどうなるかと思ったけど意外となんとかなった。ポゴポゴスティックね、うん、今日何セット登るって。じゃあティアスリーサブスクが10個飛んできたらもう一回行こっか。え、ティアスリーサブスクが10個飛んできたらもう一回行く。別のでも充電が多分足りないっていう。そうね。ミルクに何のメリットもなし。僕はもう付き合いますよそれは。奢ってもらってしまったので。他の道がどんだけなのか分かんないんですよね。そうですね、うん、他の道を行きたいけど要検証かもですね。4号路は滑りやすいということだけ覚えて買って帰っていく感じです。3万円で山1回登りますって意味わからんよな。うんうん、この道がとにかくやっぱちゃんと登りやすい。やっぱ外国人って左を歩くっていう意識がないんですかね。あー車線が逆だから、うんうん、確かに。いやでも俺海外わかんない、ね、やっぱデュアリンゴをやってる人の方が詳しいのでは。でも何も聞き取れてない。こんにちは。終わってる水たまりが。
あれこんなとこ通りましたっけ。通りましたよ、バカでかい海。あ、ここか。そうです、休憩します。え、休憩しますよ、覚えてます、あの階段。でも下りだしみたいな、まあいいか、確かにな。いや、自我を持ちました、すいません。いや、ちょっと右側左側通行で俺一回オープンチャットで切れたことがあるから。そうなんだ。あれ歩行者って右か、そっか、じゃあうちらが間違ってただけか。水が飲みたくて、自我危険。でも自我がなかったから2万ビットレートの問題もあったわけだし。画質めっちゃ悪い、どうですか。まあ見えなくはないか、配信止まるよりマシだな。ああ別に良くないっすか画質。いやわかん、まあめどうですか。これあれから山の中だからかも、俺の画面ではあんまりみたいな。いいんだ、いいんだね。じゃああれか、山の、まあ何、終わった。ああそうか、まあ俺も今スマホで見てるから。なるほど、普通なんだ、へえ。まあそうか、山の上の電波だしね、なおさらか、うん、水分どんくらい消費しました。若谷なんでちょっと見ます。めちゃめちゃとりあえず飲んでるから。あ、これはパンパン。そんなに種類が。そう、これですね、2本ぐらい、1リッターちょいかな。 うちまだ500ミリリットルのペットボトル消費したばっかだったわ。え、まあ俺汗かいてるんでね、めちゃめちゃ喉乾いてるなと思って、出すのもめんどくせえなって。しか言えないだろ。あー、僕がギャツビーをしました。あー疲れた。だいぶ登りましたね。登った、だいぶ来ましたねか。そう、臭くないっすよ。いや、ウロサマ臭いって言ったから。なんか線香とかなんかそういういろんな匂いが入り混じってって言ってませんでした。あっ、犬くんお腹ゴボゴボにならんのですって。俺汗めっちゃかいてるんで大丈夫、今はね。あれ、ふふさんチャンネル登録者数、そうか、こんなもんか。あれ、なんかこんなもんか。いや、もっといたのかと思って。そのなんか俺いつもなんかめっちゃいる気するんだよな。全然いないっすよ、今630とかですよね。そう、636、うん、6人、今日の配信で6人しか見てないっすよ。許さねえ。いや、なんかいつも700人ぐらい、690人とかいる気してるんだよ。いません、フォロワー数って減りません。まあ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 ね。まあちょっとフォローしてみたけどあんま合わなかったなみたいな人もいるでしょうし、うんうん、そう、1000人目指すしかない。目指すか。でもマジでやっててどうやったら増えるんだろうって思いません？うん、全然増えない。わからないよね。
まあでもフォロワー数が多くても別に視聴者数に反映されないんでっていう。そうそう、それはそう。2000人ぐらいいるのにマジで基本十数人とかの人もいるしな、うん、なんかよく分かんないよな。でもこうやってね、やっぱ見てチャットしてくれてる人がいる、素晴らしいことじゃないですか。イエーイ、ありがたいね。画面がついてなかったから読まなかった。なるほどね。あ、もう降りたくねそう、確かにマジでサブスクは恵まれてる。この配信なんか謎に恵まれてる。視聴者数と見合ってないかも。なんで読まないんだろう。ふふさん、あの確定申告することになったら教えてください、やり方。いやだから経費をいっぱい使おうかなみたいな言って、そんなギリギリの多分金額なんですよ、行ったところで。行くか行かないか。グラボとか買っちゃおうかなみたいな。何、 ずるい、ずるくないか。犬くんだよ。何、いや、あのレシートもらってないんで経費じゃないですけど。俺はまだそんなにはもらってないからな。でも5人とか10人とかまんま飛んできてません？まあそうですね。あ、てかマジでそのみんなが思ってる以上にあのサブスクばらまきはでかいんだよな、うん、そう。だって一気に10人とか5人とか、うん、増えるってね、仮想配信者からしたらすごいんです。いやだってみんななんかあの付き合ってもらうのに何のお礼もしないのみたいなこと言ったやん。だからその気前よくバン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 やってるんですよ。ありがてえ、おごりぞん。やだな、その次感想配信ですって開いたらおごりぞんだったわって言ってたら。やだな。いや言わないですけど。でもまあ次登山するときはこんなバンバンおごんないかもしれない。何、まあそうだな、覚悟する、覚悟します。覚悟することじゃないかもです。でも こんなになんか店ある山って珍しくないですか、うん、でもうちはサブスク来たし10件、うんうん、はい、あ、でもあれ思い出したわ、なんか山じゃないですけど、うん、山みたいなこういう、まあ、高尾山ぐらいのハイキングコースで、あの和歌山、まあ、和歌山かよって思うんですけど、コンピラ山っていうのがあって。へー、初めて聞いた。なんか山の上に寺とかがいっぱいあるみたいな、うん、のがありました。ほう、え、あ、初めてです、僕は初めてです。一つはニセトロ、確かにね。あ、ニセトロね。ニセトロはありですね。カーデトロフリーク、あれコンピラ山じゃないっけ、和歌山にあるやつ。あ、香川かも。うん、階段クソ長かったりする。まあでもお寺系は結構同じぐらいの難易度でありだと思います。へえ、いいな、お寺あるの。そう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 、ハイキングになりますけどね。まあもともと山の上なんで。でも俺配信者に会うの別になんか結構初めてあるからな。あ、熊野かも、うん、結構合ってるなってイメージありますね、うん。別にもうなんか会いすぎて俺麻痺してるかな、うん、はあ、まあでも会ってみるとみんな人間だよ。一人の人間だなって思う。でもやっぱよく言われるのはやっぱ思ったより分厚いとか。そう、別に犬くんだなしか思いませんでしたよ。化け物だった。そう、そろそろ行きますか。行きますか。マジでもうちょいで終わる感じじゃないでしょ。本当に終わりますよ、普通に。あっさり終わるかも。まあ下ちょっと回って終わりって感じですかね。そうね、何、うん、キモかったんかも俺だが。
そりゃそうやろな。うちもこんなやついたら絶対近づかないよ。こんなやつは自分も含めて自分も含めてに決まってるよね。そう、みんな夫婦さんの容姿については個人配信だよね。お、個人配信に呼ぶスタイルもあるね。あ、でもここはちょっとガチのとこですね。その滑らしたらただじゃ分からない。そう、ゆっくりゆっくり行かないとちょっと。くそう。いやでも気温はマジでちょうどいいですね今。ここ日陰もあって。うん、え、これいいのか。いいんだな。うん、あっちの方が多分でかいかも。犬くん身長何センチですか。僕は162です。私は164か5なんで。イエイ。ウィン。みんなタヌカナさんです。みんな人権ないらしい。犬くんなんか身長でかいイメージでしたけど、全然同じぐらいですね。よかった。ほ。言わなくてよかった。あぶねえ。え、何こっち怖いなちょっと。なんかあの階段じゃない方で。すさまじい。よかった。何動き出した。終わった、うん、いやここの危ねどうも。いや上りもきつかったけど下りも普通に危ないな。うん、よいしょ。はいはい、おーおーおーおお、声だけは聞こえる。そうなんだ。あぶね。よいしょ。ここやばいっすね。怖い。こんなとこ登ったっけみたいな。雨降ってるから。そうね。ちょ、これカメラに映ってないの悲しいな。危ないんですよ今皆さん。すごい道が。まあこの配信終わって、まあ今度配信するときに反省点とかあれば次に活かしたいですね。うん、犬くんが前の方がいいっすねカメラ的に。あ、確かに。おお。ここからさらに下り坂あるってマジ。あ、この辺もちょっと危ないんで要注意です。はい、ほほほ。あの犬早すぎる。いや、いいですよそんな急がないで。僕は相当早いかも。怖すぎる。登ったね。何？あ、確かにね。確かにカバンは必要かも。よいしょ。高尾山だからこの荷物で済んでるけど、確かにこれ以上だったらリュックの容量が足りないな。富士山は結構でかいカバン俺背負ってきましたね。うん。そう、雨はマジでやばい。よいしょ。いや小さいんで。あ、向こうが男坂ってこと？違うか。いや、それは多分違う。関係ないか。うん、例えばまあ
そう、うん、今日雨だったら終わってた。行ってねえし、そもそも。は威圧的になるかも。切れそう。弱者男性くんはって言い出したら怒るかも。でもマジで富士山、まあいつあるか分かりませんけど、まあないと思いますけど、そのもしあるとしたら、うん、レンタカーで早朝か、まあ、か前乗り、前乗りがいいんじゃないですか、体力考えると。ね、前乗りで軽い宿取って早朝から車で途中まで行って、うんうん、でまあ登って降りて、うんうん、になりますね。ああ、ここもここでしんどいな。そうね、でももうここ降りたら終わりですからね。うん、あっけなかったかも。ふん、箱山が。あれ、また俺登っちゃいました。意外だな。いや、確かにこの山で一人で来て絡まれたら嫌だろうな。うん、下にいますかね、変なおっさんとか、なんか謎謎出してくるおじさんとか。でもこれ結構拒否してきたんで。さすがに来ないか。こんなに空気が読めない人はいないでしょう。今の発言でさっとこう来たけど、あ、本当に来ちゃいけないやつだっつって隠れてるやつもいるかも。もう4時間やってないのかな、なんで充電切れないのか不思議なんだけど。まだ 今、だって今何時ですか。8、9、10、11、今ちょうど4時間ぐらい。意外となんとか。止まります。はい、疲れました。じゃあちょっと、あー、でも河原みたいになってるから、うん、お昼ね。何、かっこいい。お腹いっぱいっすよ。まああんな食ったからな。あ、まああんな食ったのは俺だけど。そうです。俺がまあ行くか、よいしょ、うん、うわー。でもリングフィットとかやるより登山来る方がいいわ。いや、でも絶対そうですよ、それは。やっぱ野外に勝るものないから。うん、途中でやめたくてもやめれないし。そう。俺も今日でだいぶ健康になったろうな。何キロ痩せましたかね。カロリー取ったけどな。でも11時でしょ、で夫婦さんもし終わるとして、だから 3時半ぐらいですか、そのレートンとかは。やんねえよ。やりません。え、あ、残り、あ、千葉にあるんだ。いいんじゃね。うん、あ、そう、千葉いいね、確かに。近い。アクア、あの車で、レンタカーで車でも行けるし。そうね、アクアライン通って。へー、富士山じゃないや、嘘、すごい嘘ついたわ。筑波山、高尾山、筑波山。うん、いや、4時間リングフィット思わないだろうな。顔も映さねえやつが。疲れた。そう、帰ったらペズソナね。早く帰って風呂に入りたい。進まないからペズソナ、ペース的に。一配信で1ヶ月しか進まないんですよ、あのゲーム。いや、あの歩かされるんだよね、坂に。早足で歩いてるわけじゃないんだけど。早くなっちゃう。むしろ踏ん張るのがしんどいから坂に任せて歩いてるみたいな。120人ってマジ、わお。
めちゃめちゃ人数気にしてるじゃん。やば。じゃあ座りましょう。疲れた。数字大好き。自分の愛心じゃないのに。そう。とにかく数字が好き。光どうぞ。どうも。あ、いい感じの川というか。小川。小川ですね。登山のスタンプラリー登り切ったら何してくれんねん。それによる。いやマジで見張りして。でもここが本当最後の休憩ポイントですよ。あーそっかも。確かにあと1個ベンチがあるかないかぐらいで。うんうんそりゃそうでしょう。配信者は視聴者の数がランク格付けだからね。格付け完了。Hi. This is a mountain.これは山です。We down mountain。足が痛い。下山の方がなんか足に響いてる感じありません？まあそうっすね。重力に逆らうわけだから。でもマジでまあ本当導入の山としてはおすすめなんだろうな高尾山。なんか楽すぎずも辛くすぎずもなく、だって早かったら多分3時間ぐらいとか、疲れたらケーブルカーあるし、何かあっても助かるし、まあなかなか何かありようがないところだしね。一緒にだから、はあ、すごいね。でも熱いものは熱いな。まあ、かといってこれ秋とか冬に登るとめっちゃ寒いんですよね。いやでもうちは寒い方がいいです。何？犬くんは暑い方がマシ？あーどっちも嫌どっちも嫌だから同じぐらいかもです。はあ、そうね。でも冬の方がやっぱ厚着しないといけないから体感重くなりますよね、山登り的には。そう、そのデメリットあるかも。上着着てってコート着てて普通に暑いから脱ぎますからね。さあ犬くんが女作るときは視聴者食いですか？何？良くないことを言ってる。彼女はいないってチャットがついたから。彼女はいないってチャット怪人なのかな。なんでだ。仮に視聴者食いするとしてしますって言えないだろここでいるでしょ。外配信うちもやってたら見るしな。確かに。でもふふさんの配信だからやっぱ男性が多いのでは。でもツイッチってそれ分かんないですよね。男女。男女分かんないようになってる。申請すんないと。何なんだこいつは。
怖え、うちが刺される可能性もあるのか。確かになんか逆はなさそうだもんな。確かにね、女性ですって手挙げてもうるさみたいな感じだし。ふふうさんの男性が、ふふうさんファンの男性が俺を刺すことってあんまなさそう。別にそんな今やべえ視聴者いないんで。なんだ、もっとなんかおもろい展開ないかなってずっと思ってそう。その崖から落ちるとか。確かにな、旦那さんいるし、ね、今見てる人は入りはいけそうだな。午前中でこの人数だったら、午後だったらもっと伸びたんでしょうね。数字が惜しくなっとるやん、この人の。行きますか。もっと見て欲しかったなみたいな。いやでもやっぱ日曜の外配信は伸びるから。まあでもこんな配信連発できないしな、なかなか。うん。確かに、うん、確かに海外の人が見るのか。東京歩き回ってるだけで増えるかもな、うん、視聴者。あ、確かに東京の方が結構外配信しやすいんですよね、うん、要は変な人多いから。そうそう。じゃあ山手線歩きますか。まあありっちゃありかもです。もう、ね、40キロぐらいか。結局道が平坦ならまあっていう。そうね、山手線一周はマジで割となんていうの、現実的なラインだと思う。まあ高尾山もそうだ。うん、これが東京って思う。なんかすごいな。まあ東京って意外とその奥多摩の方とか緑ですもんね、うんうん、そうですね。23区周りだけなんだよな。いや、虫にも刺されず、なんか変な人にも怒られずよかった。マジで変な人に怒られるかもしれないんで、大声出さないでくださいって言われたしな。許せねえ、呼んじゃおっかな。いやでも渋谷とかにいたらマジでね、いるだろうな。そろそろ出しときますか。わあ、ヘルソナとデートンで人減るって言うともうゲーム重荷じゃん。言って、じゃあ毎週外配信したらその人数維持できるのかって言ったら維持できないし。ペルソナは割と来てる、ペルソナじゃない、デレトンは割と来てるイメージありますけどね。いや全然ですね。何？ペルソナが見になってきました。ペルソナが良くない。良くない、次何やるんですか。良くないというか、え？次？次のオンリーアップクリアしてから、なんか次のゲーム、次のゲームどうしようかな、悩んでるんですよね。ロックマンエクゼが発売したんでとかも思うけど、今日何やるの。今日みんな帰ってびっくりするぐらい寝たらごめんね。ドンキー、あ、ドンキー一回挟むのはあり。何、そっか、マリオな。あーでもやっぱ読まないチャットあるな、そのなんでだろう、うん、わかんないっすね。そう、おもろい派もある。でも確かに配信見てて頭なんか使いたくないだろうし。食べたらわかんないね。ドンキー32でなんで悪にしてるんだよっていう高等なツッコミは、高等なチャットと高等なツッコミもあるんだけど、ドンキー64を悪にしてるから。あーなるほど、っていう。そう、でもそれは俺と君しか面白くないから。全然今ピンとこなかった。あーでもマリオ新作とか、あー確かにな、スーパーマリオドリームは気になるかも。
何やろうかな、ピクミンとかもありだな、考えときますペルソナ5かも。ペルソナ5ペルソナ5クソ長いだろうな長いのってなんかやっぱ配信で良くないのかなってあります。そうそう、いや長い RPG って結構鬼門ですよね。そうそう、みんながやっぱついてきてくれなくなるから。そう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 、そしてこっちの意欲も下がっていくから、うん、レイトンはそのストーリーものだけどまだ一個一個謎があるから、うん、まあ途中から見てもあこの謎単品楽しめるけど、そこがね、だからティアーズオブキングダムやってる時も俺それ感じてましたもんねだもうやる側が割り切ってやるしかない。まあ見たい人はいるしね、うん、アンダーテール僕はやりましたけど、フフさんは途中で切った。えガーン。この略紙はカエルの赤ちゃん。なぜストーリーがよくちょっとまあそうか、何でも犬くんは長時間配信やってるから、まあ、なんか、まあ、どんどん人がこう徐々に増えてるなって思いますけどね。まあ僕はそれしか望がないんで謎の水たまりだな。本当だ、まあ、ここが本来だと川かなんかなんでしょうね。うん、あそろそろ終わってしまいます。終わる。ふうさんの1時間が僕の6時間なんだからいやいや許せねえ。ポイントを使ってます。なんか出ない、出ないから見えない。なんかまあ多分こっちの設定がちょっと足りてなかったんだと思う。そう、ごめん前回やったんだからその通りになってるだろうと思ったら全然設定が抜け落ちててびっくりしてます。外配信がむずいね。あーカニか。へえ。なんか山のカニいるよね。いるいるカニ取って配信終わるっていういやおもろいけど、うん、さあそんな話をしてたら山の出口、よいしょ。さあついに高尾山降りてきました。配信開始するとこですね。あスタート地点です。まあ逆に高尾山の下をちょっと映すのもありかもですね、ロスタイムで。高尾山の下なんか駅にかけて。ああ。そうっす、そう、もう終わりです。高尾山だったら当たり前だろそういう配信じゃん。もっともっとなんかあるかなみたいな人もいたんだな確かにな、なんか隣にも山あったしな。確かに俺らの配慮が足りなかった。え、その山なんてありましたなんかそう繋がってましたよ、隣の崖みたいな山に。ああなんかあお土産屋とケーブルカー乗り場とでもこのやっぱ山、そば屋とか、うん、あるかお土産屋とかいっぱいありますね。それこそ一回なんかオープンチャットのみでやったんですけど、うん、鎌倉とか良かったっす。え、歩いたんですか。そう、あの原付で鎌倉まで行って、あのお寺とか行って、あの海行った。それいつ頃ですか。え、1、2年前とか。へーマクドでいいだろ。何のために山登ってるのかは 1周年、そのサブスク1周年記念ラッシュです。視聴者の 1周年、1年間、サブスクに入ってくれた人に何かやってほしい配信あったら言ってくださいって言ったら登山ですって言われて登山しました。すごい、行きと違う道を歩いてますけど。ですよね、なんかあれどこだっけ駅って思って今歩いてるんですけど、この裏だんで、まあいやでももうすぐ終わるんだよな。別に何も食いたくねえし、そばもあるね。
でもその変わり者も多分 4,5 人ぐらいいるから。なんか鎌倉はその大仏と近くに湘南の海があったんで、うん、なんか割と、なんかおもろスポットでしたね。へえ。そう、だからなんか意外と多分探せばあるんでしょうね、そういうエリア、うんうん、観光地か。おう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 、鎌倉さん。へえ。そんな、あんの？そんな安直な名前なんだ。そうね、観光地配信は分かりやすいかも。ああでもすごい、あすげえ、川の下で遊んでる人もいる。へえ、めっちゃいいな。へえ、あーすごいわ。てかいいっすね、やっぱここのこういう石垣の光景。うん、川めちゃめちゃ綺麗。めっちゃいいっすね。許せねえ、不良の落書きもあるね。いいな。まあもうこっちに行くと駅なわけだが、あそこに車止めてくるんでしょうね。うんうん。川に iPhone 落とさないかな。悪魔かこいつ。すごっ。今日レンタカーなのは嘘です。めちゃめちゃ嘘。嘘です。絶対に嫁来てほしくないと思って嘘つかせました。でもここ車で来たらやばいっすね。今結構混むかも。うん、あれが多分トリックアート店ですね。トリックアート店永遠最高だな。すげえ。あーこういうとこで遊ぶんだな。いや、犬くんが敬語を喋らない人は信用できないみたいな言ってたから。あ、いや、じゃあ敬語で喋ります。そんなことはないですけど、僕は割と敬語の方が楽な、あの僕が敬語使う分には僕のそう楽だから、相手は知らない。渡ります？行けますかね。一旦。ああでも川は気持ちいいですね。うん、風が涼しい。ここで遊ぶっていう選択肢があるんだな。羨ましいな。いや。あでも本当に温泉あるな。湯って書いてあるわ。へえ。これから半魚丼は振りなんだよな。じゃあこの辺で終わりますか。終わります。みんなまさかの急に終わろうかなみたいな。もう駅だし。登山部第1回高尾山でした。お疲れ様です。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。え、写真撮らない。何